ちは。先ほどの、ね、お若い MC の方が真似をしてみたんですけど、ちょっとそんな年ではございませんので普通に行きたいと思います。どうも、ザ・グッタイムジャズオーケストラでございます。今年も5月4日2時からこの教育会場の3階でやらせていただいております。高槻ジャズストリート、これで4回目ですかねの出演になりますかね。いつもお越しいただく方もいらっしゃるかもしれませんがありがとうございます。これから、カウントベースナンバーを、バチコーンと、全曲オールカウントベースナンバーで、お聴きいただきますので、どうぞ、皆さん楽しんでいってください。それでまず1曲目はですね、こちらが1940年代のカウントベースナンバー、ちょっと古い、スイング調のナンバーですけども、ダウンフォーダブルという曲をお聴きいただきました。ソリストを紹介いたします。トロンボーン、河野南。そして福田さん、ドクター、志田康明。ではどんどん、参りたいと思います。続いての曲がですね、これがちょっと値段を下がりまして、50年代ぐらいの、カウントベーシーアルバムの中の曲でございます。ミディアムテンポの、綺麗な曲でございます。それではお聴きください。カウントミーイン。
ありがとうございました。サウトミーインいただきました、ソリスト、トランペット平野浩三そしてピアノ奥村郁子はい、ありがとうございます、では、お時間もございませんのでどんどん次の曲の方に行きたいと思います、次の曲がですね、こちらの方も、カントベーシーナンバーとしては非常に有名な曲だと思います、ジャズの、ね、ビッグバンドだけならずジャズのスタンダードとしても、よく聞く名前ですね、カントベーシー、オーケストラのテナサクソ者フラン・フォスターが作りました、有名な曲でシャイニーストッキングス、こちらをお聴きいただきます。Thank you.
紹介いたします。本日大活躍トランペット平野浩三。トロンボンセクションの方が、大フューチャーいたしました、曲でございます。トロンボンセクションの素晴らしいハーフティーとお聴きくださいというようなことを言っておりますが、こちらの曲の方、も、まあ、1950年代、これはアトミックベーシーに入っている曲ですかね。まあ、カエルの鳴き声のような合いの手が入るということで、この曲がつい、曲名がついたかもしれませんが、テディーザ・ポーラーというをお聴きいただきます。その運営の方のですね、資金とかお金の方は皆さんの募金の方とか、あとちょうど私も着てますけど、これ今年の T シャツで、他のメンバーもいろいろ着てるんですけど、 T シャツの方の売り上げとかが、来年の運営の資金の方になってまいります。で、 T シャツの方も先ほど最初の、MC の方がおっしゃったように、この一番近くですと
第一中学校 の, あのブランドのところとか T シャツの販売ありますし、 あといろんなところの会場にもあのいっぱいありますし、そこでまたお買い上げいただいたりとかですね、それであとこちらの会場の方の出入口のところにも募金箱の方ございますので、また、来年、高槻ジャズストリートの方が、盛大に行われまして、私たちも、出られるようにですね、いろいろとあの温かい、募金の方をお願いしたく思います。よろしくお願いいたします。では、引き続き、どんどん、参りたいと思います。続いての曲ですけども、こちらの方も、まあ、カウントベーシーを知っておられる方でしたら、超有名な曲でございます。ギタリスト、ギタリストとか、ベーシーバンドのギターのフレディ・グリーンの方が作曲しました、コーナーポケットという曲をお聴きください。
と、期待の新星、リードも吹ければアドリブもできる、トメス、トランペット、ヨマコト。そして、お話しましたのでございました。そして、トナーサックス、相変わらずの絶対ソリスト、浜崎忠弘。それではですね、どんどん次の曲に参りたいと思います。次の曲の方も、こちらもカウントベーシーのナンバーとしては、有名なナンバーで、先ほどのチャニーストッキングスもそうですけど、ジャズの、コントでもスタンダードというか、ね、曲でもよくやられています。それでこちらの曲の方が、今ちょっとマイクを準備しておりますが、フルートのお姉さん、それと、先ほど、多分すでに今のこの曲を、思って思わず気分が高まってしまって、ついついスティックを、ちょっとやらかした、ドラムの、お方とかが非常に大活躍する曲でございます。ですね、1950年これも、ベーシーのメアレンジャーニール・ヘフティという人が作曲しました「キュート」という曲をお聴きください。
次の曲で、いよいよ私たちの、今年の演奏も最後になります、またじゃない、ですね、最後の曲でございます。この曲はですね、この曲もよく耳にする曲でございます。なんかテレビの、なんかね、オープニングの曲に使われたりとかして、これを聴いて、あれかっていうふうに思われる方とか、まあ、ベーシーが好きな皆さんですので、分かっとるわいっていう感じもございますが、非常にアップテンポで、最後の取りにふさわしい曲かなというふうには思っております、では最後に Dinner with Friends をお聴きください。どうもありがとうございました。 The Good Time Jazz Orchestra でした。
ました。今年はこんな立ち見られるほどの、マインドの